なんかそわそわし人がすごい行き交うところ久しぶりなので、どんな反響があるのか楽しみです。9月4日埼玉スーパーアリーナに西野七瀬さんをはじめ7人の今をときめく人気女優が大集結しました。これは一体？土曜夜11時スタートのテレビ朝日アベマ共同制作ドラマ「ドダマ荘」の新キャストが発表されたのです。その舞台が史上最大級のファッションフェスタ東京ガールズコレクション。今回は特別にその舞台裏の様子をカメラが密着。緊張してないかも。なんかすごいリラックスしてます。もうこれから頑張ってください。ありがとうございます。キャストたちの単独インタビューから TGC 本番直前の様子まで余すことなくお届けします。言霊荘主演を務めるのは今回テレ朝ドラマ初出演となる西野七瀬さん。今回 の, そのキャストの方が女性陣、同世代の方が多いと思うんですけど、はい、そういう現場はいかがですか？確かに今まであんまりなかったかもしれないですね。結構初めましての方が多いので、なんか話しかけたいなって思うんですけどで近くには行ったりするんですよ。なんか今チャンスかもと思って行くけど、結局なんか今のところは話しかけれてないっていう。三好さんとはでも結構話しました。本当一緒のシーンが結構あったので。どんなトークされますか？でもそれこそ怖い話で、私が大好きなんで、もう聞きたい聞きたいって思って。ご自身はでもホラーの話は好きなんですか？怖い話大好きです。ちょっと見るのがあれですよね。見るのは怖いそうなんですよね。ホラー映画今だったら見れるのかなって感じなんですけど、ちっちゃい時にしょっちゅう見てたんですよ。お母さんが好きだったから、いろんなのもほぼ見てて、この撮影期間中にホラー映画一回家で見てみようかなとは思ってるんですよね。なるほど。ホラードラマである言霊荘、主演の西野さんは怖い話が大好きということですが、他の皆さんはどうなんでしょうか？私は苦手です結構地方のホテルに泊まった時に、なんかみんなは聞いてない音を聞いたりとかするみたいでホラー好きです。好き。今日一人で見てたりします？いや、もう友達誘ってなんか映画館にもわざわざこう友達2人ぐらい連れて、なんかくるくるって分かってると、もう目も耳も塞いで見ちゃうんですけど、でも その先が好きで、そこ乗り越えたくて見てる感ありますね。なるほど。正直苦手なので、見るのもやるのもすごく怖くてですね、恐怖心で今いっぱいです。ホラーが苦手なので、って思いながら撮影に挑んでいます。言霊のお守りをプロデューサーさんからいただいたので、それを握りしめて頑張ることに決めました。今回ホラーと聞いてすごくドキドキしましたし、これをきっかけに怖がりも克服できたらなっていうふうに思いました。続いては
西野七瀬にこれだけは聞いてみたい質問コーナー。でもなんかちょっと噂によるとなんか都市伝説とかが好きって聞いたから、私も好きなんでそんな話もしたいなって思いました。ホラーは苦手だけど都市伝説はお好き。お化けは苦手なんですけど、はい、宇宙人は平気。なるほど。西田さんどう？都市伝説好きです。都市伝説とか怖い話大好きで、じゃあ一個共通のそうですね話が嬉しい。アイドルをやってらしたって聞いたので、その前髪とかアイドルさんってすごい綺麗に作ってたりとかするから、その作り方とかなんかすごい綺麗だなってテレビでいつも見てすごく思うので。前髪がすごく綺麗とおっしゃってたんですよ。嬉しい。あ、でも自分で切ってます、ずっと。そうなんですね。中学生ぐらいからカットはもう自分でしてて、あ、やってセットしてもらうのはメイクさんなんですけど、うん、ストレス発散方法とか。ご自身のストレス発散は何があるんですか？お笑い番組を見ることです。あ、そうなんですか。気になる芸人さんとかいらっしゃいますか？気になる芸人さんは、ずっと、お笑い飯さんが好きだったんですけど。なんだろう、なんか YouTube で好きな動画見たりとか、ゲームしたりする時間を取ってるので、なんかそれでこううまいことバランス取ってる気がします。なるほど。お笑いとあとゲーム実況ですかね。動物とか可愛い癒し系みたいな。いろいろなの。いろいろいます。そして時刻は午後2時15分。さあ、いよいよ TGC 登壇のため。キャスト全員でステージの方へ移動します。はい、ではちょっと皆さんにご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。言霊荘のトレーラーが出てきますので、一番初めに、西野さん、まず初めに30秒の V が流れ終わりましたら、進行スタッフがお願いしますというきっかけで、真ん中からこの図のような感じで真ん中からランウェイトップまでで、6名のご紹介 VTR というのがあるので、西野さんはそのままランウェイトップで待っている状態で、いてください。 TGC 本編に出演中だった三好さんも合流。7人全員が揃いました。本番まで残り30分。全員で立ち位置や動きを確認していきます。そわそわし今聞いたんですけど、どうやって歩くみたいな、なんかもう忘れちゃった。なんかそわそわします。こんなにいろんな人がすごい行き交うところ久しぶりなので、もう間もなくですけどね。えなんかもうステージが華やかで、なんかどんな反響があるのか楽しみです。緊張してます？いや、緊張してないかも。なんかすごいリラックスしてます。じゃあみんないるからだと。そうですね。一人で歩くわけじゃないから。もう間もなくということで頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。着てらっしゃったんですか今。いや、なんかこれは何のどうでもいいことです。本当に何の意味もないもうこれから頑張ってください。ありがとうございます。
そうしたら最初皆さんの立ち位置、ちょっと前後おかしいですけど、で、映像終わりました。そしたらここ言うから、みんながここ言うから、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 ここですよ、一応言いますよ。の結構今までになかったホラードラマーになっていまして、舞台は女性専用のマンションで、そこでこう発した言葉が現実になっちゃうっていう怪奇現象がまあ起こり始めて、ここにいる7人の住人たちが次々と呪われていくという、怖いものが好きな方はもちろん、ちょっと苦手だなっていう方でも見れると思いますので、それかね、お昼とかに見てもらうとかでもいいと思いますので、あ、いいですね、楽しんでもらえる作品をみんなで頑張って作っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ステージも無事に終了、新キャストが世に発表された瞬間でした。それでは新キャスト6人の役柄をご紹介。西野さん演じる歌川琴葉と同じマンションの住人という設定、何やら皆さん特性ありそうです。まず三吉彩香さんが演じるのは1号室に住む作詞家の阿木さやか。2号室には中村ゆりかさん演じる丸山しおり。今回は東京都議会議員の施設秘書というなんかちょっとお堅いイメージのある役柄なんですけど、私自身そういった役柄初めてなので、なんかちょっと強気できつい性格の役柄に挑戦できるのもすごく楽しみに思っています。3号室に住むのは堀田真由さん演じる小宮山彩子。アナウンサーとして働いてるんですけれども、初めはアシスタントとしてこう働いてて、でもいつかは自分で番組を持ったり、報道キャスターとして世の中で起こっているこう真実を伝えたいと思っている女の子なので、もしかしたら他のキャラクターたちよりも言葉っていうものを扱う仕事なので、この作品を通してなんかホラーだけでない違うメッセージも受け取っていただけたら嬉しいなって思います。4号室に住むのは森田美里さん演じる菊川あさみ。
外科医でお医者さんなんですけど、そうですね、今まで愛されて育ってきたっていうタイプではなくて、ずっとこう殻に閉じこもったまま時を過ごしていて、皆さんと距離感がある役柄なので、今までやったことないタイプっていう意味ではすごく楽しみです。5号室に住むのは石井杏奈さん演じる林原咲。私は林原咲っていう小学校の教師の役なんですけど、外での佇まいは結構気にしている人だなっていうのは台本読んで感じていて、恋愛面になると自分が本性というか、自分が分からなくなるぐらい前に進んでいっちゃうような人だなとも思っていて、なんかそのギャップをうまく出せたらいいなと思っています。そして6号室に住むのは内田理央さん演じる渡辺ひとみ。編集者の女性なんですけれど、結構こういい人で、みんなのことフォローしたりとか、抜け目なくすごくいい人だからこそちょっと怪しい人ですね。言霊さんの中ではお姉さんなので、そのいつもよりはちょっとお姉さんな気持ちで現場には入るようにしてます。なるほど。どういう気持ち的なもの気持ちお姉さんの気持ちになって、キャピキャピってよりはちょっと一つみんなのことを見守るぐらいの気持ちで入るようにはしました。なるほど。そして7号室に引っ越してきたのは売れない VTuber である歌川琴葉。そんな琴葉を演じる西野さんから最後にメッセージ。ホラーのドラマってなかなか少ないのかなって思うので、ちょっと自分自身もすごく楽しみだし、こう放送されて見てもらえるのもすごい楽しみ、ちゃんと怖がってもらえるような作品を作れたらいいなと思います。10月期ドラマ言霊荘、ぜひご覧ください。皆さんぜひご覧ください。言霊荘ぜひ見てください。よろしくお願いします。言霊荘ぜひ見てください。言霊荘ぜひ見てください。皆さん言霊荘ぜひ見てください。ロウハジでは引き続き言霊荘の舞台裏をお届けしていきます。お楽しみに。